こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日もちょっと喋りたいと思います。たまには、音楽ネタとか、政治ネタとか離れてまあごく普通の世間話的なところをしたいなと思ってるんですけども、今日のネタは何かというと、住んでるところのね、近くに新しいショッピングモールができます。セブンパーク奄美っていうところでね、住所で言うと、松原市です。まあ大阪市のね、外れの平野区、ちょっと大和が越えたすぐのところなんですけども、まあそのセブンパーク奄美っていうのがね、できます。結構行きやすい、ところにあるんでね、期待してるんですけども、先日、中にね、まだオープンしてません、工事中なんですけど、ちょっと中に入る機会があってね、中入って見てきましたけど、うん、まあとても広いね、綺麗なショッピングモールです。まあどんな店が入るのかっていうのはね、まあスーパーはライフでしたし、トイザラスとかありましたね。あと上新も入ってました。まあその他もろもろいっぱい入ってました。まあショッピングセンターって言ったらね、入ってくる店とか結構決まってくるんじゃないかと思うんですけど、まあ服屋さんとかはまあちゃんと見てませんけど、まあ大体他にもあるようなところかなと思うんですけども、俺的に、2つ、楽しみなことがあります。それは1つ目はね、島村楽器が入ります。家の近所にね、イオンモールの北花田っていうところあるんですけども、まあ、そこも島村楽器入ってるんですけどね、まあそのセブンパーク奄美も、島村楽器が入るということで、まあちょっとそっちも行ってみたいなと思います。結構ねちょっと通り道にあってね、寄りやすいかなと思ってるんでね、その、島村楽器で、音楽教室が多分やるはずなんですけどちょっとバイオリンでも習いに行ってみようかなとか思ってるんですけども、まあ、バイオリンの教室があるかどうかもわからないので、まあ、時間帯もね、通えない時間帯とかが多いので、まあ、どうなのかなと思うんですけど、ちょっと、全然進んでないバイオリンを無理やり練習しに行こうかなとか思ったりもしてます。はい。あともう一つはね、東宝シネマが入ります。映画館が入るんでね、とても楽しみです。結構行きやすいところなんで、まあ、レイトショーとかでね、いいのがあったら、パッと見に行けるなとか思ってるので、それは非常に楽しみです。はい。まあ、このね、二つがね、俺にとって楽しみなところなんですけども、まあ、中は、いろんなお店あります。ショッピングモールに、よくある、お店とかいっぱい入ってました。フードコートもね、結構広めだったと思うので、うん、いいんじゃないかなと思います。で、スーパーライフ入ってたんですけどね、ライフの横にね、テイクアウトの、フードのコーナーがね、綺麗なのできててね、で、椅子とか置いてくれてたんで、あれはきっとテイクアウト、買ってその場で食べれるようになってるような、まあ、そんな感じかなと思ってね、うん、なかなかいいんじゃないかなと思います。まあ出来上がってね、また、ゆっくり見に行こうかなと思ってるんですけども、まあ今のところ、東宝シネマと、島村楽器、これができますんで、俺としては楽しみです。はい。またできたら、レポート、まあ動画撮影ね、ショッピングモールでっていうのはなかなかね、まあ、俺の柄じゃないと思うので多分やらないと思いますがはい。まあ映画とかね、行ったら多分ここで喋ると思うのでまあそういう時に登場するんじゃないかなと思います。はい。ミスタードーナツも入ってましたんでね、また、行ってドーナツ食べたいなと思ってます。まあそんなところで、また、行ったら、何かしら動画か喋、りかなんかでお知らせします。ということで今日は世間話でした。それではバイバイ。